まだまだ残暑の厳しいこの季節、あなたも心からひんやり涼んでみてはいかがですか。お化け屋敷企画第3弾は関西にもホラーワールドが続々登場。犬井アナが悲鳴を上げる。さらに極上のホラースポットで絶叫するこの可愛いデビル娘たちは、まずやってきたのはロフト7階に登場した人気漫画家梅津和夫のお化け屋敷。梅津さんのカラー原画をはじめとするおよそ170点もの恐怖の作品が集結。この夏一番の魚影な体験が味わえます。本当に憂鬱です。私お化け屋敷とか大の苦手なんですけど、梅津さんとか絶対無理。怖い怖い。一人じゃ大丈夫なのかな。誰デビル。私たち韓国から来ましたオレンジキャラメルです。せーの、あーデビル。そう、この3人娘、人気グループアフタースクールからレイナ、ナナ、リジの3人が飛び出した派生ユニットなんです。このオレンジキャラメルが9月にキャンディーズの名曲優しい悪魔をカバーして日本デビューを果たします。ダメ。プロモーションはお化け屋敷をクリアしたらいいですか。はい、はい、じゃあ行きましょう。このお化け屋敷、懐中電灯で漫画を照らしながら回るんですが、どれも悲鳴を上げたくなる恐ろしい作品の数々。怯えながらも私が先陣を切って進んでいったんですが、みんな平気そう。強い。あ、やめて。ゴキブリが苦手な私はここでもうギブアップ。どうでしたか。私も余裕。全然ね、余裕です、はい、レストランに行きましょうか。いいです。いいとこがあるらしいです。ついてきてください。一緒に行きましょう。しかしこの後、余裕の3人にとんでもない出来事が待っているとは。やってきたのは以前番組でも紹介したナンバパークスのお化け屋敷。どうぞホラーキッチンへ。あ、犬さん、このレストランちょっと変です。私たちのこと騙しましたね。行きましょう。やだ。大丈夫。ここはただのレストランではなく恐怖のホラーキッチン。あるはずのない49番目のレストランで3人が見たものとは。私は一人で来店する羽目に。クリアした3人は約束通り PR タイム。もうノリノリです。お化け屋敷大好き。